皆さんこんにちは、ランタナチャンネルの田田です。今日は皆さんに新しいシューズのレビューをさせていただきたいなと思います。実はゴールドコーストマラソンでまだ日本では未販売の、シューズがですね並んでたんですよ。それをですね実は買ってきちゃいました。でそのシューズをですね、ご紹介させていただきたいと思うんですが、こちらになります。ターサエッジですね。8月から、店頭におそらく並ぶんではないかという、アシックスのニューシューズということで、こちらはですねターサージーム6からの後継機として、今回出てくるシューズなわけなんですが、残念ながら、皆さんの大好きだったターサージームはお亡くなりになりました。残念ですね。私も履いたんですけどね、いいシューズだったとは思います。でただですね、改めてちょっとその今ターサジールがあるんですね。ターサジール6なんですけど、こちらをですね改めて見直してシューズを触って比較してっていうのをやってみた時にですね、これが違うんだっていうのをちょっと分かったところがあったので、皆さんにですねちょっとそれをレビューして教えたいなと思います。まずですねすごい端的に言うと、こちらのシューズパフォーマンス上がってると思います。まずですね結論申し上げたのは、パフォーマンスが上がったっていうのがやっぱりこのラインのシューズだったらやっぱり大事なポイントになるじゃないですか。おそらく学生の子たちからすると走り込みのシューズとかベースランニングなどで使いたいでしょうし、人によってですねレースでも使うっていう子もいるんじゃないかなと思うんですね。なのでやっぱりパフォーマンス上がったというところやっぱり大事なポイントになるじゃないですか。で私であれば例えばフルマラソンで使えるかハーフマラソンでも使えるかっていうところがポイントになってくるわけですよ。こちらのシューズとじゃあどこが違ってパフォーマンスが上がったのか、ここをですね今日はお話をしていきたいなというふうに思うんですね。こちらターサーエッジについて、まずアッパーの部分からちょっとチェックしていきたいなというふうに思います。こちらのターサージールとの比較なんですが、ターサージールはこちらアダプトメッシュと言われる通気性とフィット感を向上させるための新しいフォームを使われたんですが、なんとターサーエッジでは不採用となっております。新しく導入された新素材がですね全く使われていない、この理由は何だというところで、これはですねあくまで僕がターサージール6を使った時の感覚でお話をするとなんですけど、最初のね足入れ感は確かにで確かにいいんだけど、これはですねやっぱここの内側のフォームに補強材がしっかりと入っていなくて、足を入れた時にちょっと柔軟性があって、足にフィットしやすかったんじゃないかなっていうのがまず一つあるんですよ。で通気性がね確かに向上させなきゃいけない理由もやっぱりあって、内側にちょっと実は1枚補強材がかませてあるので、ここの部分から通気しにくい状態になってるから、横から通気がしやすいようにコントロールする必要があったのかもしれないなというふうに思うんですね。最初の足入れ感がいいからってじゃあ長く使ってそれがいいかっていう話になるんですね。着地した瞬間から内側にねじれるっていう、そのねじれの原理が多少なりともある中で、内側のアッパーがどんどんよれてきて、内側のアッパーがですね長く使うことによってどんどんよれてきて、重心が内側に倒れやすくなって、アッパー自体で足の軸を安定させるために必要な機能っていうのがなくなっていくわけなんですね。じゃあそれを抑える機能って何なのって言ったら、実はこのアシックスの象徴すべきここのマークですね。これって別にただついているわけじゃなくて、ここが補強材になってるんですね。でこういうお話は何度か別のメーカーさんでもさせていただいてるんですけど、全てのシューズ大体そうなんですけど、このマークってただ飾りのようについているわけではなくて、測定の部分からここの足の甲の部分にグッと引っ張ってくるようにですね補強材がついているのは、内側のねじれを抑えたりとかよれを抑えたりするのが目的なんですね。当然だからここの補強材っていうのは、伸縮性の低い、素材を使っているので、内側によれにくくなっていたり、シューズがしっかりと締まって履き心地を安定させるっていうのもポイントとしてあるはずなんですよ。それがターサージール6ではなくなっているということで、長く使っているとアッパーのよれに対して履き心地感が変わってきたりとか、ねじれにつながったり、ひょっとしたらパフォーマンスを落とす原因を作るかもしれないということですね。なのでこの点でアッパーにおいては、改良されたというところが一つポイント、結構戻したというかそれが正しいかもしれないですね。であとですね、アッパーの素材自体も少し変化があって、ちょっと見えづらいとは思うんですけど、僕はこうやって目視するとわかるんですけど、なんと指が透けて見えるんですね。っていうぐらいここの透け感がしっかりしていて、ここのアッパーの通気性自体はめちゃくちゃ良くなったんで
ですね。で逆にこっちは内側に補強材が1枚かませてあるせいか、こう見てもですね見えないんですね。なのでメッシュの部分から風が通りにくくて通気性が悪いんじゃないかっていうところが、あのこのターサージール6ではあったんですが、それを元に戻したのか改良したのかっていうのはわからないんですが、おそらくその通気性と、あともう一つは軽量化を目的にした中で、ここの前側部のメッシュ構造を少し変更したというところが大きなポイントになるんではないかなという話ですね。結果ですね、まあ履いている感じで言うとフィット感が最初足入れた瞬間実は硬いなと思ったんですね。ここの多分はアッパーの横の部分がですね締め付けがちょっと強く感じたっていうのもありますし、トッシーですけどここの外側の部分ですね、ここのメッシュの上に入っている補強材のエリアについてちょっと見ていただいたら分かるんですけど、こっちの方がやや大きくてこっちの方が小さくなっていますよね。履いた瞬間にこっちの小指側の方が圧迫感がちょっと強く入るようなイメージがあったんですね。結果どうなるかっていうと足入れ感が少しきついなっていう印象がありました。なので、そういった違和感があったがゆえにこのポストマラソンですぐ使おうっていう気にちょっと慣れなかったんですね。結果あのズームフライフライニットで、レースを走ることになったんですが、改めてですね今回スピード練習の中でこれをちょっと導入して使ってみたんですね。実際履いてみた感じだとめちゃくちゃ良かったです。はい、すごく良かったですね。ただその足入れ感でいうと圧迫感は確かにありました。僕の足が広いのは皆さんご存知だとは思うので、普通の人だったらそんなに違和感なく履けるとは思うので、あくまで僕専用の、感覚ですからあまり気にしないで一回足入れてみてくださいね。で足入れていただいたら分かるんですけど、この部分がしっかりと補強されている部分がちゃんと足にフィットする形があったのと、設置してから蹴り出すまでの重心移動の流れの中でブレ感が少なくなったなっていう印象を僕は受けました。まあちょっと細かい仕様なんですけどね、ここの内側に入っているここの部分がプレートの部分ですね、ここの部分がですねちょっとターサーエッジの方が少し伸びたんですね。ここのプレートって何の効果があるんですかっていうと、着地してから蹴り出すまでのですねこのねじれ感を適切に行うために必要なものだったりとか、着地した瞬間に内側に倒れにくくしたりするために一つの機能だったりするわけなんですけど、こちらのターサージール6の時はですね N 字に入っていたんですね。これがでこの N 字に入っていることによって、ねじれ感っていうのがこっちの方がしっかりと抑えられてはいるんですけど、このねじれって結局何なのかって言った時に、確かに過度に起きると痛みにつながったりはするんですけど、体のバランスって崩れないと前に進まないんですね。結果重心移動を抑えてしまう可能性っていうのがあるんですよ。これ皆さんも覚えておいた方がいいです。なので初心者用のモデルはより安定感を重視するために、ここが N 字とかそういうちょっとこう空いてる感じじゃなくてガッツリ入ってるじゃないですか。なので、スピード用のモデルっていうのは適切なねじれが起きるようなコントロールがされたんで、安定性を出すために完全にプレートをガッチリ入れたりとかがあまりしないんですね。でこの時のこのねじれ感と、こっちのエッジのねじれ感というと、こっちの方がまだ動きに自由度が実はあるんですね。なので、設置してから蹴り出すまでの設置モーションが短く早い人にとっては、非常に使い勝手のいいシューズになったんじゃないかなというふうにもちょっと考えられるなという点と、あとこのプレートの部分がちょっと内側に入っちゃって分かりにくいんで、ちょっと把握はしづらいんですけどね、把握はしづらいんだけど、こう見てみるとちょっと透けて見える感じがあるんですよ。おそらくですがこっちのモデルと比較すると、こっちのターサーエッジの方が前側部の方までプレートがちょっと伸びてるんじゃないかなっていう風にちょっと感じるんですね。で結果どうなるかっていうと、こっちの方が蹴り出す時のこの反発感がアップしました。これだけじゃないかもしれないけど、まずねアウトソールをちょっと一回見てみましょう。アウトソールをこうやって見ていただいたら分かるんですけど、ターサーチール6はここにフレクションが1本ラインが入ってるんですね。これが入ることによってこの部分が曲がりやすくなってるっていうのが一つポイントとしてはあるんですよ。だから筋力のない方でも比較的このターサージール6っていうのは前足部の蹴り出しがしやすかったんではないかなとは思うんですね。ただやっぱり反発力っていうのは落ちてしまうというわけで、こちらのターサーエッジは実は同じ力感でここを曲げた感じだとこっちの方が曲がりにくいんですね。で逆に言うとちゃんと曲がった時に反発する力自体は強くなりましたということなので、こちらのシューズの方が前足部でしっかりと地面を蹴り出した瞬間に反発して前に進む感じっていうのは強くなったんじゃないかなと
というふうに私は思いました。結果ですけど履いててですね、スピード感はこっちの方が僕の過去の記憶をたどるとですけど良かったなという印象を受けました。なので、スピードにある程度対応できるモデルとしても十分使えるというところ、あとですね、新しく入ったフォームですね、こちら の旧モデルにもちろん使われてはあるんですが、こちらのプライトフォームですね、プライトフォームはおそらくですけど前面に入っていると思われるので、設置した瞬間のクッショニングと反発のバランスもしっかり取れているということで、66秒ほどのですねインターバルを実は別府に行った時に実は別府青山中学校の子たちと一緒にですねこちらのシューズを履いて練習を一緒にさせていただきました。動画は残ってはいないんですが、やった内容をちょっとお話しすると、3分20秒の 2000m、それをですね、引っ張ったりサポートしたりという形で、サポートさせていただいて、10分空いたら600、400、300、200ということで、200m あたりのラップが大体全部33秒、ラスト 200m は、28秒台で、上がることができたんですが、その時にこちらのシューズを履いていたんですが、非常にですね、蹴り出しがよく、引っかかりもしっかりしているし、反発感もあったのか、そのスピードに対しての、反応の違和感自体は特になかったんです。非常にですね信頼できるシューズの一つかなというふうに思うので、もしよかったらですね足を一回入れてみてみてはどうかなというふうに思います。本当にねいいと思います。ただね皆さんね、本当これだけは理解しておいてください。こちらはより速く走る時に使うシューズです。なんでわざわざそれを言うかっていうと、最近ねツイッターで私が履いているシューズでもうちょっと使うことがないだろうと思うシューズを実はプレゼントするっていう企画を今させていただいているわけなんですが、そちらの企画をしている時にですね、皆さんから今こんなシューズ履いてるんです、穴が開いてて困ってるんです、お母さんに買ってもらえませんとかいろいろねいただいて、本当に気持ちはすげえわかります。俺もねすごく苦労した。それに関しては安いシューズを頑張って探しましたし、片落ちのね 30% オフとか 50% オフのシューズをね見つけて、なんとかサイズが合うシューズをね探すんですよ。26センチは本当にすぐなくなってしまう、買いたい時になくなってしまうし、片落ちのシューズ探すのがすげえ難しい。そんな中でやっぱりみんなねシューズに困ってるのか、もう穴がね開いてどうしようもないシューズ一生懸命使ってるんですよ。わかるんですけどね、履き分けをちゃんとしよう。長い目で見たらその一瞬の投資がですね、長く使えるきっかけになるのでぜひ覚えておいてほしいんですね。ただ財布の紐がねお母さんお父さんにね握られてたらなかなかね説得するのは難しいと思うけど、しっかりプレゼンテーションして、買ってもらってほしいんですね。まずターサーシリーズにしてもそうだし、ソーティーマジックシリーズにしてもそうなんですけど、トレーニング用のモデルとレース用のモデルってちゃんと分かれてます。でまず、注目するポイントがですね、このアッパーの素材の部分をまずしっかり見てほしいんですね。まず一つ、アッパー素材が少し硬いモデルに変わっている場合があります。このようなですねちょっとこうスウェード調の少し柔らかいタイプじゃなくて少し硬めの素材になっている場合があるんですね。そのシューズっていうのは耐久性自体はしっかりしているとは思うんですけど、履き心地がちょっと悪くなります。動きがない分ですね、足当たりが悪いと痛みのが出るシューズなので、トレーニング用のモデルを履くときは必ずチェックしてから履いてください。ネット上で買うとえらい目に遭う可能性がありますので、しっかりと店頭で履き倒していただいて、それからトレーニング用のモデルは選ぶようにしてほしいんですね。そうして自分にフィットしているトレーニングのモデルを選べば、アッパーがなかなか切れにくくなるので長く使えるっていうことです。でただやっぱりパフォーマンスは取れない可能性があります。アッパー自体が硬くなったりとか厚みを出すことによって、まず剛性が取れてるし、硬さもあって、耐久性あるの事実なんですけど、通気性が悪くなっているので長丁場のレースには向いていない可能性はあります。それはちょっと注意していただきたいんですね。でもう一つは、ここのアウトソールの部分ですね、こちら見ていただいたら分かると思うんですけど、こちらはちょっとブツブツの引っかかりのいい、モデルを使ってますよね。でここのラバーの部分が完全にこのブツブツがないモデルがありますよね。でこれを見てですねどう思うかなんですけど、まずそのラバーが前面に入っていると一つまずクッション感が強くなるというところが大きなポイントです。ただ引っかかりが悪くなる分、パフォーマンスに影響が多少は出る可能性がありますし、ものによりますが、ちょっとね滑りが良くなってしまって雨の環境下で少し弱くなる可能性もあります。またですね前面にラバーが入ることによってこのフレクション感が少し弱くなって、曲げにくくなったりしてパフォーマンスにやっぱり影響が出る可能性はあります。というところで、ちょっと言ってることと矛盾してるじゃないですかってよく思います。
思うかもしれないですけど、このだからその時に注意してチェックしてほしいのが、この前足部の反発感が、どの程度あるかっていうのをちゃんとこうやってチェックしてほしいんですね。おそらくトレーニング用のモデルとこのレース用のモデルってこの反発感が全然違うはずなんですよ。でなので価格が少し安くなってたりするんですね。単純に、お手頃価格を提案したくて置いてるんじゃなくて、トレーニング用のモデルとして使ってほしいから少し安く提案できるように、メーカー側の方でですね値段調整されてあるし、もちろんそれに応じた機能しかついていないということですね。なのでちゃんとそれを履き分けてもらえれば、ちゃんとですね練習とレースでちゃんと使い分けて履くことができるんですね。でそれをしっかりやってもらうと、この夏の走り込みに必要なシューズもちゃんと選びようがあるわけなんですよ。そこをちゃんと理解しないでシューズを選んでしまって、ここはがっつり削れてるのに一生懸命使ってる子いるじゃないですか。じゃあ削れにくいシューズ買おう、その方が絶対長く持つし安く済むからね。でこの時期ってレースないじゃないですか。だったら走り込みに必要なシューズっていうのは何かっていう話になった時に、ここが削れにくいモデルをちゃんと選ぶこと、あとアッパーが自分のサイズにしっかり合ってさえいれば、少し硬さのあるシューズを選んでもらったら、ジョギングとかベースランニングとか少しイージーな練習のシーンではそういったシューズを使っていただいた方が長く持つんじゃないかということですね。皆さんですね、シューズのことはある程度知っといた方が、皆さんのシューズを長持ちする一つのポイントになるので、ぜひですねチェックしてみていただければなというふうに思います。タサイッチ、ぜひですね、足を一回入れてみてください。8月から、発売が開始すると思われますので、ぜひですね、履いてみてくださいね。タナでした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら。おすすめの動画はこちらです。みんな、楽しく走っていこうぜ。すいません。